ちょ待って、ちょ待って、そりゃ、どっちもビームかい。どっちもビームかい。送流です、送流です、送流。危ねえ。はい、どうも、キジンです。はい、ということでね、今回もサンブレイクやっていきましょう。ということで、よろしくお願いします。はい。ということで、まあ、今週は競争襲来シリーズね、まあ、来たということで、まあ、頑張っていきましょう。それじゃあ、レッツゴー。ということで、まあ、改めまして、今週のイベントクエストですね。まあ、こちら、競争襲来シリーズですね。まあ、今回で5回目かなということで、ついにバルファルクが登場となります。で、月光ラージャンに関しては、これ出場2回目だよね。で、しかも闘技場っていうね、闘技場で出場2回目ということで、まあ、月光ラージャンのね、参加率高いですけど、ビームコンビということで、まあ、頑張っていきましょう。ということで、まあ、クエスト詳細がこちら。12月8日木曜日配信開始、競争襲来終焉という名の強制ということで、まあ、やっていきたいと思います。いやー、バルファルクだけでもね結構重たいのに、そこに月光ラージャンがね来るからね、まあ、なかなか大変そうだけど、まあ、頑張っていきましょう。で、と目的地闘技場ですね。まあ、こいつらね強いから同士打ちも結構うまいと思うんだよね。で、参加受注条件がマスターランク10以上ということで、まあ、素材入手時期が大幅に早まったよね。まあ、特にね、月光ラージャの武器なんかはね、まあ、かなりバランス良くて使いやすいので、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、クエストクリア報酬で、重ね着装備、黒翼の耳飾りがゲットできると。もうね、耳からなんか翼生えてるんですけど、ちょっと使いどころ難しいよね、この重ね着。どうやって使おうかっていうところがね、まあ皆さんのコーディネートの腕の見せどころということで、まあ撮ってみましょう。ということで、じゃあやってみますか。で、まあ気づいたんだけどさ、イベクエって盟友同行できないんだよね。ここのところね、盟友同行してくれると結構心強いんだけど、まあ頑張っていきましょう。今回飯か、まあ、どうせ倒すから、これ解体術。解体術いいのね。まあ、動画はね、あんま捕獲しないようにしてるんで、まあ、解体術は結構相性いいな。ということで、まあ、こんな感じでね、まあ、行ってみましょう。よし、OK。で、俺の装備ですね。見ていきましょう。こちら。こちらですね。まあ、氷属性攻撃力最強ハンマーになっております。五射ギガゴベチャということで、五射ギのハンマーですね。以前ね、これ、福間共鳴を超えろとかいう動画でね、まあ、出したと思うんですけど、回連星含めて攻撃力が350以上になると、まあ、かなりいいことがあるということでね、まあ、ぜひそちらもご覧くださいということで。まあ、概要欄に、ね、貼っておきます。ハンマーの、ね、性能なんですけど、攻撃力365と、回連星でプラス15してあります。切れ味ですね、まあ、今回はね匠で伸ばしてあります。まあ、結構紫ゲージ長くつくんでね、強いよねこれね。で、あと属性ですね、まあ、31ってことで、まあ、ちょっとね鉄武器ではないので、まあ、低い部類かなとは思うんですけど、もう十分だよね。攻撃力と切れ味こんな長くてさ、まあ最強の氷属性の半分ぐらいついてたらもうすごいよねこれ。で、会心率がマイナス 15%、まあ、マイナス20じゃないので、まあ結構いいかなと思います。で、スロットがレベル3入ってるんですけど、攻撃力高くて、まあ、会心マイナスのやつってスロットあんまりついてないこと多いんでね、まあ、このハンマースロットついてるってことで、まあ、かなり優秀ですよね。で、百竜装飾品も、まあ、素でレベル2ついてありますんで、いや、これいいんじゃないでしょうか。まあ、結構おすすめのハマーとなっております。で、百竜スロットですね。ガジューシュ特攻ということで、あ、バルファルクはね、まあ、なんとかなるかなってことで、まあ、とりあえず、まあ、月光ラージャン対策だよね。まあ、双竜のさ、ダウンも効かねえし、ということで、特攻をつけております。で、回連星がプラス15ということで、まあ、やっていきます。今ね、回レベル150ぐらいなんですけど、いや、もうちょっとというか、先が長いよね。はい、早くプラス20やりたいわ。
で、と防具が上からリバルカイザー、リバルカイザー、音用のもの、音用のもの、インゴット X となっておりまして、お守りが攻撃3と、氷属性レベル2とついてまして、スロットがレベル4空いております。かけるスカイレベル2ね、突っ込んでおりますと。で、今回ね、ちょっと回連星が特殊でして、まあ、今回のアップデートでね、スキル特攻回連星が追加されたので、まあ、こんな感じで、まあ、粉塵まといね、消し去って、まあ、スロットつけてあげたりとか、まあ、こっちなんかもね、粉塵まとい消しちゃって、まあ、スロットプラス攻撃までついてたりね、まあ、しております。まあ、とりあえずね、まとい系のスキルは、刺さる武器と刺さんない武器があるので、まあ、2つぐらい作っといて、まあ、粉塵まといね、消えて、なんかスキル追加されたりしてるね、回連星バージョン作っとくと、まあ、結構ね、使いやすくなるかなと思います。まあ、特にね、まあ、このリバルカイザーなんかは弱点特攻と見切りがついてたりね、あとなんだ、ケイオスシリーズ、ネフィリムシリーズなんかの胴体とかもね、見切りと、超回心がついてたりね、まあ、今回のアップデの装備結構優秀なのが多いので、まあ、回連星はかどってるんじゃないかな、みたいな感じですね。で、あとは、まあ、音用のもの、音用のものと。まあ、こちらね、スロットをちょっとだけ増やしてありますと。で、インゴット X は、かけるスカイレベル1と、スロットがこんな感じと。という感じで、スキルの方ですね、見ていきましょう。こちら。まあ、汎用性高くした感じなので、まあ、上から見ていきましょう。攻撃7、見切り7、挑戦者5、効率性強化5、匠5でしたね。はい。あと、超回心、弱点特攻、かけるの使いと、はい、なっております。で、剣女盤石ですね。まあ、今回ね、闘技場ということでね、まあ、闘技場の2体以上同時クエストって、まあ、宝庫を受けてる間に、もう一個のモンスターからね、ブレスとか突進とか食らったりすると結構痛いので、まあ、こちらね、つけとくと安心かなと思います。まあ、地味にね、振動台とかも無効にしてくれるんで、まあ、月光ラージャンの飛びかかりとかもね、まあ、無効になるんでいいかなと思います。で、交流の恩恵ですね。まあ、こちらレベル2までつけて、まあ、氷属性の 1.1 倍にしております。今回のね、アップデでスロ1でつくようになったんで、まあ、これいいですよね。これ外して、まあ、強王とかね、他のスキルとかつけてあげると、もっとね、使いやすくなったりします。あとは、まあ、攻撃レベル2とかついてたり、先鋭ですね。あと、まあ、とりあえず、ひるみ軽減と連撃みたいな感じで、まあ、やっていきます。ということで、まあ、ちょっとね、ガチガチに組んではみたんですけど、まあ、汎用性で言えば、まあ、ハンマーのゴール装備に近づいてるんじゃないかな、みたいな感じでね、まあ、結構使いやすいので、ぜひ作ってみてください。ということで、じゃあ、やっていきますか。レッツゴー。はい、到着。はい、やってまいりましょう。はい。ということで、バルファルク1体か。なるほど。ってことは、まあ、バルファルクの体力か、まあ、時間5分ぐらいで、まあ、ゲコラジャンが、まあ、乱入してくるという感じですかね。いやー、結構、あれだな。はい。で、普通にさ、このバルファルクでかくねえか。普通にでかいよね。よいしょ。で、また旅団強化もしまして、なんか探してるね。探し物は俺ですか？ここ。あっと！むずいな、こいつ。いつもむずいんだよな。若干遅いんだよな。これ刺してくる。あれもう一回は？あ、怒ってないからか。あ、怒った。あ、怒ってない。吸引だ、吸引。これで回避していき、ちょっとね、ここ威嚇が入るんで、これいけるか？あ、いけねえね。後ろドスン来る。それ来るね。OK。はい。これで怒っていくのか。これ吸引はまだか。まあ、とりあえずスタン行くか。スタンまだ行ってなかったね。よし。ということで、まあ、インパクトグレーターやっていきましょう。まあ、900か、1000いかないのか、結構硬えな。よいしょ。ソウリュウ早くないか。まあ、いいや、虫が残ってるんで、まあ、4回ね、ぶつけさせていただきましょう。316。
331361406と、なるほど、そんなに体力は高くないのかな、まあ、とりあえず柵のスイッチが降りましたということで、はい、わかりました。あ、これ吸引間に合うか、あ、間に合わなかった間に合わなんだ、もう1回来る、もう1回来る、こう爆発に、よいしょ。これね、バルファルが攻撃の後威嚇してくれるからね、あのそこんとこいいよね。はい、ちょっと待って、あのちょっとね、回復しそびれると回復が間に合わないっていうのがあるんだけど、はい、じゃあ吸引、待って、あぶねえ、あぶねえお前ナイスだろ、ナイスだが俺がそれを台無しにしていくスタイル、よし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 、いや、いやいやよ、あ、それ吸引じゃないの、それ普通に吸引じゃないの、 OK、 よし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 、そうしたら、うん、ドカーンとしまして、まだ月光ラージャン来ないか、じゃああれかな、5分に来るのかな、5分あたりかな、よし、スタンをこれ2回目かな、取っていく、あ、普通に餅つきの方が良かったな、あ、でもこれでいけるか、これいけるか、よいしょ、ナイス、さらにさらにしびれていく、しびれていく、あー、うるさい、あ、まずい、これため直してあげて、これ回転は結構伸びてくる、あ、これ同士打ちうまいんじゃないか、同士打ちうまいね、ちょっとあのバルフ、あとゲコラをバルファルク挟もう、あの何言ってるか分かんないと思うけど、とりあえずなんかよく分かんないことしてんだよな、よし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 、いいよ、ゲコラそんなに痛くねえから、ゲコラを、ちょ待って、ちょ待って、そりゃそ、どっちもビームかいどっちもビームかい、どっちもビーム打ってくんのかいすげえ大迫力だな、これがマジで怪獣大戦争ですよ、はい、ということで、ナイス撃墜、ナイス撃墜、同士打ちでこれ削るパティのやつか、うわやべ、痛えなマジで飛躍が持たねえよおい、いや、あの当たりたくないのに勝手に当たるからねナイスナイスナイス、キープスウェイ、おっと危ない、当たるんだよな、まずいねまずすぎるですね、まともに殴れねえよまともに殴れませんね、閃光玉とかいいんじゃないかな、閃光玉とかいいんじゃないかな、これ、はい、で回復していくと、はい、まあ、とりあえず落ち着いてくれ、どっちか怒りがさ、どっちかどっちか怒り沈めないとさ、ダメだよねこれあいつ、よいしょ、おぶね、これ爆発していく、よいしょ、いいね、ゲコラの総竜まだかい、それ伸びるね伸びるね、攻撃できない、地獄絵図、うおー、やべえやべえやべえの、やべえ攻撃きた、これぞ天変地異、はい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 、走っていきますよ、ゲコラを片手に見ながら片目に見ながら、まあ、この飛び回るバルファルクを、まあ、頑張っていくと、はい、ブレス来た、 OK、 これさ、これ普通にさ、これ回復を怠ると死ぬんだよね普通に死ぬんだよな、もうあのやりたい放題やられてるから回復が持たねえ、どっちか疲労状態になってくんないですか、確かね、あのバルファルクは疲労に
なったっけ。やべ、はい。お、バルファルク瀕死です。よかったよかったよかった、バルファルク瀕死です。おっと、それは聞いてない、それは聞いてない。殴れてないうちにバルファルクが、おっとまずいんじゃないか。これはこれラージャンが総流です、総流です。危ねえ。総流です、ラージャンの総流です。はい、後ろ強攻撃、後ろ強攻撃、 OK 討伐。じゃちょっとね、当たり障りのないところでまああのぶつけさせていただいて、こいつね、あの罠と縄解いてくるんで、まあ、ちょっとね、まあ、ここ回復していきましょうか。はい、そのね、あれはね、で、でこっちもう一回来る、はい、閃光玉ドッカン、オッケーで剥ぎ取らせて、まあ、今回ね、剥ぎ取りが一発増えるというあれをつけてきたんですけど、どうでしょう、5回になるかな。てか5回剥ぎ取ってる間にさあ、4回か、なるほど。でもう1回先行、もう1回先行欲しいな。武器が研ぎたいです、武器が研ぎたいです、研がしてください。で多分ね、ゲコラーまで来ればそんなにむずくない、1対1じゃそんなに強くないということで頑張っていきましょう。よいしょ。ラージャンはね、まあ、ゲコラーじゃないんだけど、ラージャンはね、回投球でもう連戦してますんで、まあ、頑張っていきましょう。はい、まあ、氷属性もね、まあ、このゲコラーのために持ってきたもんだからね。はい、おった。でこれはストーンとくるから、よいしょ、けないっす。まあここね、叩きつけいきましょう。でこれ終わったら多分怒るんだよな、多分殴りすぎてるから怒るじゃん。まあ一発、もう一発いける、もう一発いけた、もう一発いけた、よし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 、ここも餅つきで、まあ行っちゃいましょう。なんかゲコラーというかさ、まあラージャンはなんか転ぶとさ、インパクトクレーターよりなんか餅つきしたくなる。はい、これは当たっていく、痛えなおい。でこれは見逃してもろうて、貸し一つね、貸し一つですよ。はい、これ内側、これ1、2と、はい、当てまして、ここかな。で1回ため直したいな。あ、これはドカンくる、 OK。 ちょっとね、ためが入るというか飛距離が短いクルーンはドカンが来る、ドカンが来る。でこれ内側一発 OK。 でドカンが来る、ここあった、そうだった、こいつ波紋使ってくるんだった。大きい役グレートを使わされる羽目になるとは。これ突進くるでしょ、突進くるでしょ、ここは入るね、 OK。 ラージャンがね結構慣れてきたよね。はい、ということでストン、 OK、 角破壊で両角破壊したということはもうあれでしょう、もう瀕死でしょう、弱りが見えちゃってるんや、 OK。てか今撃墜スタンやんなかった俺、いや見せ場作ってしまったな、いいな、よいしょ、素晴らしい。とりあえずゲコラー行きましたね。いやゲコラー楽しいよな、いやあの2体同時になった時のカオス状態やばかったね。同士打ちでなんとかバルファルクね瀕死まで持っていけましたけど、あこれ4回いけた、やったね。いや瀕死状態に乗っていきましたけど、いやちょっとね、あそこむずいな。おい、ということで、これか、国欲耳チケット。そのまんまじゃねえか、おい。核用の強制と黄金の羅刹を打ち果たした証、潮流を模した風邪気を生産できると。なるほど。ちょっと背景画像を見てみようか。はい。こんな感じですね。いや、普通にかっこいいぞ。
いいな。で、10分ちょい、11分ぐらいですかね。はい。で、重ね着、国欲の耳飾りが生産可能になりましたと。はい。見ていきましょう。ほっしー、来ました。重ね着だよね。あ、こっちか。特殊な方。あ、これも1個で済むんだ。うわ、嬉しいわ。もう一回あのクエスト行くのちょっと疲れるからね。てかさ、耳飾りってだけあってさ、なんかこの耳にかける部分っていうのかな。これなんかついてるね。生産しちゃいましょう。あ、てかこれバルファルク派生な、あれな、素材なんだね。ゲコラ素材使わないんだね。そう。なんだ、どこの星の人ですかみたいな。アバターかよみたいな。みたいにしてるんですけど。いや、面白いな、これ。なんか思ってたよりでかいっすね、この耳だね、羽がね。なんか使い道よくわかんねえけど、面白いからいいか。ちょっと色とか見てみようか。色か。一応デフォルトカラーが、一応黒と黄色みたいな感じで。まあ、翼っつってもドラゴンの翼ってよりは、なんか鳥の翼なんかな。なんか根元の方羽毛っぽいのあるよね。根元っていうか全体的に羽毛っぽいのあるか、これ。で、カラー、着彩位置の方が、こっちの、なんか全体的な黒いところが編集できて、で、こっちの着彩2で、この黄色いところか。後ろは色変わんないんだね。なるほど。なんかバルタン星人みたいにしとくわ。一応ね、バルファルク素材ということで、まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。いや、バルタン星人だろ、俺。はい。よくわかんないけど。耳すげえでかくなったわ。はい。面白いですね。はい。ということで、今回は、競争襲来シリーズ5回目かなということで、終焉という名の強制ということで、やってみました。いや、バルファルクとね、月光ラージャン2体同時に詰め合わせられんの。いや、むずかったわ、マジで。月光ラージャン2体の時よりね、飛び回るところでね、まあ普通に逃げても普通に当たっちゃうし、みたいなところで、難かったですね。で、今回のね、報酬でゲットできる、こちらの国欲の耳飾りですね。まあちょっとね、コーディネート的には何に合わせようかな、みたいなところで、ちょっと難しいところありそうな感じなんですけど、まあ、一応こんな感じでね、やってみました。はい。まあ見た目自体は面白い感じの飾り着なので、まあなんかね、合わせられたらいいかなという感じですね。ということで、まあ、今回ね、無事クリアできましたということでね、まあ、こんな感じで終わりたいと思います。まあ、今後もね、サンブレイク攻略楽しんでいきますので、まあ、この動画面白かったらチャンネル登録、高評価、励みになりますんでね、よろしくお願いします。それじゃあ今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。